にちは、ジャパンフルーツチャンネルのあかりです。夏が来たのでスイカを買ってきました。皆さん、スイカいつもどのように切ってますか？適当に切ってませんか？実は美味しくなる切り方があるんです。今日はスイカの農家さんにお伺いした美味しいスイカの切り方をお届けしていきます。こんなね、でっかいスイカだけじゃなくて、こう1人分のスーパーで売ってるようなカットされたやつも美味しくカットできるので、それも含めてお伝えしていきます。そして動画の最後にはね、切り方を変えるだけでほんまに美味しいのかっていうのをちゃんと検証するために、糖度計で糖度が変わっているのかの確認と、あと 2,3 人に目隠しして食べてもらって本当に美味しいのかどうかもちゃんと実証していけたらと思います。では美味しい切り方をまずはしていきます。レッツゴー。では切っていきます。まずは頭とお尻を落としていきます。続いて立てらします。で、真ん中で、おっと、片方置いといて、これをまたもう半分にします。はい、でこれをまた半分にします。できました。はい、ここまで来ました。これが普段スーパーとかデパートとかで買われるお一人様お二人様用のサイズのものだと思います。そう、ここからが大事です。ここがスイカは甘い部分で、こっちに行くにあたってだんだん甘さが減っていきます。なので、つまりここをね、みんなが食べれるようにしてあげたらいいわけです。斜めに切ります。できました。これが美味しい切り方です。では続いて普通の切り方をしていきます。普通の切り方はもうこう、多分ね、ここの人があんまり甘くないです。これが普通の切り方です。はい、では今から糖度の方を測定していきたいと思います。それぞれ切り方を変えるだけでどれぐらい糖度が変わっているのかチェックです。はい、ではこっちが美味しいカット、こっちが普通のいつも通りのカットのスイカを準備しました。では試食していただく方を呼んでいきます。
おばあちゃんお願いします。はい、今からおばあちゃんにはスイカを食べ比べていただきます。まずはこのメガネをつけてください。はい、このどちらかがわからない状態でスイカを食べてもらいたいと思います。ではまずこっちからいきましょう。今食べますか？うん、ゆっくりでいいよ。はい、じゃあ続いて2つ目の方いきます。おばあちゃん、はい、お味はいかがだったでしょうか？後の方が甘かった。後が美味しかった。なんかまろやかな甘い感じがした。甘い感じがした。 OK、 ありがとう。はい、どちらも美味しいんですよ。どちらも美味しい。はい、2人目はお母さんです。メガネを取って感想を教えてください。一番初めに食べた方が甘かったです。何も食べてない状態だから甘く感じるかもしれない。うん、もしかしたら2番目の初めに食べたら甘かったかもわからない。そっちは、うん、あんまりじゃあ違いはなかった言うほど。お、はい、わかりました。ありがとうございました。はい、ということでスイカはカット方法を変えるだけで結構甘さの感じ方が違ってました。いつもね普通に切るとこんな感じになると思うんですけど、ちょっと工夫して斜めに切って甘い部分をみんな食べれるようにするだけで美味しく食べれるので、皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画では美味しいスイカを見分けるポイントなども配信しております。この季節はスイカが美味しいので、ぜひ皆さんご参考にしていっぱいスイカを食べてくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。